蘭古市長は、北海道磯谷郡にある町。地名は、アイヌ語の、蘭古牛がなまったもので、カツラの木の多いところという意味。ニセコ連邦は、ニセコシャコタンオ海岸国定公園に指定されている。尻別川は、清流日本一に認定されたことがあり、鮭や桜マスが登る川でもある。流域に広がる平坦地は、水田の工作に適しており、 ランコ市米が生産されている。気候は比較的温暖であるが、冬は積雪量が多く、特別豪雪地帯に指定されている。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。町の歴史参照。ランコ市町の基幹産業は農業であり、4年連続清流日本。 一に輝いた尻別川とその支流流域に約3000ヘクタールの水田を有している。高台では火災類などの畑作を行っており、肉用牛、牛乳などの畜産農家もある。ンコ市駅道の駅乱古市、ふるさとの丘道の駅シェルプラザ、港2030年度末の北海道新幹線、新函館北と札幌間開業後は町内を経由する予定であるが、 駅や信号場は設置されない。町内を通る幹線道路の一部はシーニックバイウェイの四国島やニセコルートになっている。ランコ市町会の館。ありがとうございます。